はいどうも、ハッペンチョです。この動画でこのね、YouTuber ネタ、ね、これは何回かお届けしましたけど、今回はね、まあ日本の YouTuber なんですけども、なぜかね、韓国で叱られて、ね、ギャン泣きしてっていう、なんかそういう話題なんですけども。これもね、なんか自称日本 YouTuber とやらをこのね、叱り飛ばして、いわゆるこの韓国のこの作り話で、怒鳴りつけられて、謝罪させられて、でこの大泣きしてるっていう様子をわざわざ動画に撮って、公開されてるんですよね。まあそもそも作り話だ、要はこの日本が日本の YouTuber 使って、日本が韓国に謝罪をした、泣きながら謝罪をしてるっていう格好の絵を撮った、そんな風にしか見えないですよね。まあ他にも突っ込みどころはいくつもあるんですけども、ちょっとね、見ていきましょうかね。ようやるよ、あの手この手使ってな。日本の YouTuber が韓国の路上で暴言被害、先祖の行いを泣いて謝罪させられると。で、まあ相手のなんか中年男性、まあ北の工作員っぽいんですけども、日本人を全員ね、もうぶち殺してやりたいと。で、YouTuber がね、この韓国が好きで来たのに、で相手がね、石で殴り殺すぞみたいな感じでこの脅されて怒られたっていうね。何やってんだろこの人。まあいいや、ちょっと見ていきましょうかね。しかもこの人なんか基本的にこの韓国で活動してるんだってさ、もうこの時点でなんかね、自称かなって思いますよね。韓国で活動中の日本出身 YouTuber、 日本出身ね、韓国人ってことですか。里帰りかが、路上であった中年男性から怒鳴り声混じりに、日本に帰れなどの誹謗を浴びせられて涙を爆発させたって言ってるんですけど、でっていうことを韓国メディアが報じているって、また中央日報なんですよねこれね。言ってる意味分かりましたよね。里帰りというか、まあ韓国で活動中の、まあだからあれか、帰国事業にね参加した、だからある意味真面目な人なのかちょっとわかんないですけど、まあ日本出身のこの韓国民 YouTuber が、だからこの中年男性からね、道端で会ったっていう、まあでもこれも結局作品だろ、そもそもこの話自体がさ、ね、日本に帰るなどの誹謗を浴びせられて、ね、涙を爆発させたんだってさ、へー。でまあ YouTube チャンネルゆいぴょんには、日本であらゆることを諦めて韓国に無謀の挑戦をしに来た日本人と題する、映像が公開されたと。でユイピョンは韓国で活動する、日本人クリエイターで、韓国で活動する日本人クリエイター、チャンネル登録者は61万人を誇るんだって、もう結構な規模じゃないですかね。該当の映像でユイピョンは他の日本人クリエイターユスピョンと、なんこのピョン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 ユンとかユイとかユースとか、お、結局これもあのサムギョプサル案件ですかね、この間のユンさんみたいな。あ、これは韓国人って言ってるか、あ、韓国人とは言ってないか。なんだか紛らしいよな。まあ僕の中ではもう結論はね、出ちゃって分かってる話なんであれなんですけども、一応その当時のその時の様子かな、なんか旅行してたなんて、このユイピョンユスピョンでピョッピョッピョーみたいな感じで、で映像の中の問題の場合は、一人の道行く男性がこのユイピョンに対して、先にどっから来たんだと話が出てきたと。でユイピョンが日本から来たと答えると、どっから来たなんていきなり言ってくんのってことは、なんかもうパッと見なんかこれはあのよその国の人間だって分かったってことなの、あ日本人だ、けしからんなっていう感じで絡んできたってこと。で、そう答えたらこの男性は、私は北の人間だが脱北して韓国に来たんだと紹介。当時ユイピョンは本当に北の人かとして、不思議に思うような素振りを見せたと。問題は次からだったと。で男性は、南北は同じ民族ではないか、一番嫌いな国がどこか知ってるかと声を荒げ、ユイピョンはぎこちなく笑いながら、日本と答えた。すると男性は、そうだと言うと、突然日本人を全員ぶち殺してやりたいんだ、小伝播にしてやりたいんだと言いながら、ユーピョンに対して暴言を浴びせ始めたんだって。なんかもうね。まあでも
なんか突拍子もない感じにもしかしたら聞こえるかもしれないけどね、こんなもんですよね。こんなもんなんですけど、わざわざこんなもんまででっち上げているっていうね。で、慌てたユーピョンはそれでも私たちは看護が好きでここで来たと言いながら雰囲気をなんとか和らげようと努めたと。しかし男性は看護人にそういうことを言うな、石でぶちのめしてやるぞ、荒々しいことは続けたと。石でぶちのめすってどういうことだろうね。で、一緒にいたユースピョンが分かったと言って状況を収集しようとしたが、男性は、看護は31年間日本のものになって生きることになったじゃないかと。はで、結局、耐えられなかったユーピョンはそれが知っているが、言葉がひどいと反論したが、男性はひどすぎるのではなく、藩が染みついてるんだ、日本が一番嫌いだ、日本の人々をぶ、ね、このちょっぱりとかなんかいろいろとあるんですけども、祖父が日本人のせいで死んだ、孫として、ね、恨みが、ね、藩が染みついているからだと声を高めたと。もうなんか支離滅裂っぽいですよね。で、これに対してユーピョンは日本人として本当に申し訳ないと謝って結局涙を爆発させたと。ね、ここまでがセットだから、うん、まあこれはやらせですよね。ね、だってわざわざこの韓国の作り話に、ね、泣きながら、ね、涙流しながらこの謝罪なんかするわけがねえじゃんって思いますけど、うん。で、だから男性はこの暴言が止まらないと。続いて独島は韓国のものだ、韓国から出ていけ、もう二度と韓国の領土に来るなと言って最後の激しい悪口まで浴びせて去っていったと。で、最終的にはもう二度と韓国に来るなと。さて、まあ一応なんかこうちょいちょいはしょりながら見てきましたけどね、この後あなたはね、いくつこいつらの嘘でたらめやらせに気がつきましたかね。うん、まあ言ってしまえば全部変っちゃ変なんですけども、まあ最初に言ったようにね、まずこのなんか日本が悪いね、日本が悪いっていうのありきで、このなんか自称日本人、まあ設定上はまあ日本の YouTuber を捕まえてね、詫び入れさせてねっていうのをやってるわけでしょ。うん、なんだろうな、ツッコミどころしかないからあれなんであれですけど、じゃあそもそもね、このなんかその日本人 YouTuber ね、この韓国のなんか同じように YouTuber かなんかと、ね、合流してこの韓国旅行ね、うん、日本人そんなことまあ基本する必要がないと思うし、うんね、そもそもなんかそんなところに出かけるのもねおかしいしね、里帰りって言うんだったらまあ分かりますけどもね。で、まあ結局こういう目に遭うね、まあ本当だったとしてね、こういう目に遭うね、じゃあなんでそこに行ったんだ、でしかもこの作り話に対してこの謝罪までしている、うん、そんなことするぐらいだったらそもそも行かねえだろうって、うん、まあなんだろうね、じゃあ仮にこれが全部本当だとしたらね、うん、ね、嘘でたらめこきながら叱り飛ばしてくるわけでしょ、うん、二度と関わりたくないって思うんじゃないですか、うん、それでもまだね、なんかこのね好かれてると勘違いしてこのねすり寄ってくるからさ、うん、どんだけだと。だからまあこれからね、うん、なんかこの渡韓を計画している人が、まあ、どんだけいるか知らないですけど、このよく覚えておいた方がいいですよね。うん、別にこの人がこの韓国で、ね、この人が取った行動は、ね、うん、あれらにしてみれば普通なんで、うん、だからもしね、もしですけども、ね、なんかプライベートでも仕事でもどっちでもいいんですけど、行く予定がある、行かなきゃならないっていう人は、まあ、気をつけた方がいいですよね、うん、ということで今回は以上です。